シナリオ中、長い文章の情報が出てくることがあるでしょう。そのような長い情報はシナリオテキストにまとめましょう。この吹き出しのアイコンからシナリオテキストを作れます。プラスマークを押して新しいテキストを作ります。タイトルには情報のタイトルを、テキストには情報の内容を入力します。これで用意は完了です。送信を押すとテキストが送られます。情報タブにまとめて送信するといいかもしれません。メインタブか情報タブにテキストを送信するとメッセージウィンドウにも表示されます。テキストに句読点や改行を加えるとメッセージウィンドウに表示されるテキストに間を作ることができます。テキストのみでセッションをする際に場を使ったいい演出を作れます。シナリオテキスト一覧のテキストはドラッグ&ドロップで入れ替えることができます。順番を間違えてもこれで入れ替えましょう。